続いての質問は、 NASA の木星探査衛星ジュノーが木星に到達しましたが、アスカリアンの常識としてその真の探査の意味は、太陽系第13惑星ケツアルコアトルの誕生がいつ頃かを探るためだと思います。その探査情報について、飛鳥先生にも独自の極秘ルートで情報が入っていると思いますが、教えていただける情報がございましたら公開してくださればと思います、うんうん、当然ながら木星の下にはクロノスってものすごく巨大なね、地球一つ分ぐらい噴火で吹き飛ば打ち上げることができるだけの超火山が、はい、土球ですね、あります、うん、事実火星も木星から生まれましたからね、金星もそうです、地球も同じく、はい、で木星は地殻天体ですから、うん、ガス天体ではありません、うん、で僕は今までガス天体はありえないと言ってきました。太陽もそうです、うん、実際でもあえて子供を産むんですよ、うん、だからまあ衛星も含めて、まあ衛星の中には氷天体もあるんで一概に言えませんが、少なくとも惑星規模、もしくは Y 惑星規模においては恒星も含めて女性です、メスですね、はいはい、うん、で結局ああいう形で子供ができるんですが、じゃあ太陽はどうやって生まれたのか、うん、そのことに関しては僕は前から言っている、うん、暗黒星雲というところで、実は中であれはガスとかダストがたくさんより集まっているために、背景にある銀河からの光が遮断されて、まるで黒い雲のように見えます。でその腕が縮んでいくと、恒星が生まれたての星が出てくるんですね。でもその、写真はハッブルが撮影してますし、間違いないですね、うんうん、でいわゆるガスの両方から回転軸のものすごく高速回転しますから、ガス噴射があるんですね。で何を言ってるかというと、実はその中で行われているのがプラズマによる太陽を作る作用なんですよ。これは大津教授も言ってるんですが、 UFO というのは金属に見えていても、自然界のプラズマは、まあ、宇宙から飛んでくるいろんな電波等々、ガンマ線も含めてね、クロスするとプラズマが発生すると、すると空気中にあるダストを吸着する、